どうもしゅんです。こんにちは。ということでですね、今日はファミリーマートさんにお邪魔する予定なんですけども、今回はですね、なんとファミリーマートの社長の澤田さんにアポイントメントが取れたので、今からお会いしに行こうと思います。で、人生で1、2を争うぐらい緊張してるんですけども、今から頑張ってファミチキを食べて行こうと思います。行くぞ。金沢から出てきたの？はい、今年の、2月に上京してきて、こっちにいるわけ。はい、今一旦休学をして、休学して会社やってるわけ。はい、まだなんていうんですか、マンションの一室でもやしを食べながら生活をしています。いいね。はい、今5人ぐらいのメンバーで。いいこと、いいこと。5人の会社、5人で会社作ったの？今基本的に立ち上げは自分一人でやったんですけど、今インターン生であったりとか学生中心に5人ほどのメンバーで運営しています。いいね。ありがとうございます。いいね。そういうの一番楽しいよな。そうですね、すごい楽しいです。なんかもう今4泊連続でオフィスに泊まってます。あ、そうか、はい、そうだよな。俺もそうだったよ。そうなんですね。ほんと。お金どうしてんの？お金は今企業さんとのタイアップ動画で、うん、俺あげないわけない。タイアップ動画で生計を立てているっていう感じですね。ということで、今回、澤田社長に、ファミリーマートの澤田社長にお時間をいただいて、僕の方から、なんですかね、ご提案をさせていただきたいなと思って、ご連絡というかさせていただきました。はい、で、僕が今回ご提案させていただきたいなって思ったのは、2つあって、1つは、今回のその動画もそうなんですけども、ファミリーマートさんの、新卒採用向けに、PR、その新卒採用の訴求、学生の訴求を目的とした動画を、タイアップ動画を作成させていただきたいなっていうふうに思ったのが一つ、うん、でもう一つは、9月から僕らの中で新サービスを、リリースするんですけども、だから動画で選ぶ就活サービスっていう、概要で、各企業の、OB 訪問であったりとか、あと会社の紹介、企業紹介であったりとか、あとこういう社長さんへのインタビューであったりとかっていう動画をから実際にエントリーができて、インターン参加であったりとか、あと新卒のエントリーができるっていう、リクナビマイナビの動画版みたいなサービスを今リリースしようとしています。はい、でそこのなんていうんですかね、今回の動画であったりとか、あとこれからタイアップをさせていただく動画を掲載させていただいて、ファミリーマートさんに何か掲載をしていただけないかなっていうふうに思って、今回ご提案をさせていただきたいなっていうふうに思っています。はい、現場の方に聞いてください。現場の方に、現場いろいろ考えてるので、はい、もうで僕よりも全然就職活動に関してはもうプロなんで、はい、彼らが、あ、だから彼らとよく相談して、はい、どういうふうにしたらいいのかっていうことを決めていただければ。あ、大丈夫ですね。僕はこうしろああしろなんていうのは社長が全部正しいなんてことはないですから、はい、現場一番考えて行動してますから、はい、現場とよく相談して、はい、やっていただきたい。わかりました。僕を口説いてさ、はい、例えば僕はねこれやれとかさ、ね、あなたとか福田君と会話して、はい、面白いなやろうって言って現場にやれって言ったら、はい、現場だって嫌じゃない、はい、面白くないじゃない。でそういうことはやりたくない。あ、なるほど。まあ、そんな会社を作りたくない、はい、だから現場が一番一生懸命考えて、はい、学生のためあるいは社員のため会社のため考えてくれてるんで、はい、そのメンバーとよく相談して、はい、チャレンジしていただきたい。あ、分かりました、うん、ありがとうございます。次の動画でお聞きしたいなとは思っていたことなんですけども、うん、なんか澤田さんはなんか現場を大切にされるっていう、お話をいくつ か, なんか記事であったりとか、はい、あとメディアで拝見させていただいたんですけど、澤田さんが実際に今一緒に働きたい人であったりとか、何ですかね、ファミリーマートさんに欲しい人材としてなんかどういった人物が一緒に働きたいと思うっていうふうな、唯一言うとすると、まあ、ファミリーマートのことは本当に好きな人、はい、やっぱ好きこそものの上手なんで、はい、やっぱファミリーマートのことは好きで、ファミリーマートのことを良くしたい、うん、あるいはファミリーマートの社員と一緒に仕事をしたい、はい、っていうことが一番の前提なんじゃないですかね、うん、前提で好き で、うん、もっと良くしたいっていう社員さんであれば、思いあって、はい、それであれば多分それが一番大事な軸であって、うん、それからあとは入ってみて、はい、いろんな仕事がありますから、はい、勉強していただいて、チャレンジしていただくということなんじゃないですか。そうなんですね。なんか単純に気になる、質問なんですけども、澤田さんの今の1日のスケジュール的にどういったなんかスケジュール感なんですか？
旅のスケジュールは半端じゃない、はい、半端じゃないね、うん、すごいザーッと回ってますよ。なんか主にいろんな意思決定をするんですね。それはもう意思決定もするし、はい、社長ですから、はい、商品のことに関しても議論しなきゃいけないし、はい、店舗ブレーションもそうだし、情報システムもそうだし、物理だってやらなきゃいけないし、広報だってやらなきゃいけないし、いろんなことやらなきゃいけない。なんか今そのダーっていうスケジュール感の中で今一番なんか楽しいじゃないですけども、一番やりがい、一番は決められないと思うんですけど、仕事をされる中で一番楽しい瞬間であったりとか、なんか楽しいことっていうのがあれば教えていただきたいなっていう。一番楽しいっていうか嬉しいのは、やっぱりお店が褒められたり、はい、社員が褒められたりすることが一番嬉しいよね。あの店行ったんだ、すごい素敵な接客してくれましたよという話とか、はい、澤田さんのところの社員はすごいリスポンスがいいですねとか、はい、謙虚ですねとか、そういうような話をされるのが一番嬉しい。なるほど。確かに僕自身も去年まで、うん、コンビニバイトを1年半セブンイレブンでしてたんですけど。何セブンイレブンで1年半。何、もう一回言ってみ。ふざけんな。すいません、申し訳ないです。ダメだよ。はい。で、目の前に、ファミリーマートがあって、石川県の近江町市場の前ところの店舗なんですけど。ああ、ドラッグと一体だった。ああ、そうです、そうです。2階が。あ、はい。あ、うん、がの目の前のセブンイレブンで働いてたんですけど、ダメじゃん、はい、うん、なんですけど、やっぱファミリーマートはなんていうんですかね、展開が早いというか、なんていうんですかね、修正が早いなっていう、お客さんの対応もそうですし、あと店舗の店の、配置とか、あと品揃えとかも毎週毎回変わるんですよね。本当？はい、試行錯誤をされてる、あ、試行錯誤してる感じっていうふうに思ってて、セブンイレブン変わんない。セブンイレブンはあまり変わらなかったです。うん、なのですごく、なんですかね、僕自身もファミリーマートのことはすごく好きなので、何か機会があれば、入社じゃないですけども、一緒に何かできさせていただけたら。セブンでバイトしたやつは入社さない。入社じゃないですか。もうダメだよ。この過去はでも消えないので。消えないよ。じゃあちょっと。難しいな。難しいですかね。よっぽど改心してもらわないと。よっぽど改心して。今はもうファミリーマートが一番好きです。これからセブン行ってその同じこと言うんだろう。いや。いや。言いません。いいよ、はい、そこまで関心するんだったらファミリーマートで働いてもらって、はい、しょうがないけど。ありがとうございます、はい、また何か、何ですかね、僕自身今の活動をとりあえずは続けたいなっていうふうには思ってるんですけど、はい、いわゆる尊敬する先輩であったりとか、はい、すごく、僕に持ってない方々はたくさんファミリーマートさんにいらっしゃって一緒に働きたいなって思うタイミングが多分来るとは思っていまして、その際にぜひお願いできたら嬉しいです、はい、ありがとうございます、はい、その時は相談してください。はい、ありがとうございます。ということで、はい、こんな形で、軽く対談をさせていただいたんですけども、次回の動画では、澤田さんの、年表をフリップにまとめて、はい、いろいろお聞きしたいなっていうふうに思っています。はい、ということで、とりあえずこの動画は終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。